私たちアグリシステムは北海道の500件の契約生産者さんたちとともに環境再生型農業の普及に取り組んでいます。また直接契約栽培した小麦を集荷し、生産者さんの顔の見える小麦粉を全国に流通しています。北海道は国内最大の農業基地として戦後の日本の食料生産を支えてきました。しかし昨今では除草剤、化学肥料の長年の使用により腐食の減少など土壌の劣化が深刻な問題となっております。当社のグループ農場では持続可能性を失った土壌を再生するためライ麦の栽培を行っております。ライ麦は地中深くに張られる根によって団粒構造が形成され、昆虫や微生物などの多様性を育みます。契約生産者さんも輪作体系の改善をはじめとする土壌改良に可能性を感じ、ライ麦の栽培に意欲を見せてくれました。しかし需要と供給のバランスが思うように取れず、一時は生産の継続を断念することとなりました。そこで毎年生産者に会いに小麦畑に見学に来られるベーカリーシェフたち一人一人に実情を伝えました。すると産地の窮地を知ったシェフたちがライ麦の生産を応援したいと声を上げてくれました。応援してくださるベーカリーがライ麦を積極的に利用することにより、生産者は安心してライ麦の生産を継続できるだけでなく、健全な土壌が作られるという好循環が生まれます。そしてベーカリーの先にいる一般消費者にもライ麦を食べることによる利点や産地の実情、そしてシェフたちの思いを伝えるためのフライヤーや店頭ポップなどを配布し、認知拡大に努めています。2023年10月30日には東京農大大田キャンパスにてライ麦生産を応援してくれている全国から集まったベーカリーシェフたちと環境再生型農業普及のためのシンポジウムを開催しました。また北海道では契約生産者に向け環境再生型農業普及の重要性についての説明会を継続的に開催しています。2023年1月にはオーガニック農業のあらゆる課題や不安に応え、転換への後押しとなる本を制作、1000人の生産者さんにこの本を無償で配布しました。結果として新たに契約生産者の26件が合計285ヘクタールの畑で有機栽培への転換の意向を示し、有機ジャス認証取得に向け栽培技術サポートなどアグリシステムのフィールドマンが尽力しています。現在世界情勢により化学肥料や燃料、農業機械高騰などによる農業コストの増加問題に直面しています。しかし今こそ国内循環型でコストを抑えられる環境再生型農業を始める時です。オーガニックに転換していく上でベースとなる土壌作りのために極めて効果的なライ麦栽培、環境再生型農業に無限の可能性を感じています。